おい、うさぎ、うなぎ、うなぎさやか、かぐらみさ、お前らそんな急増即席タッグで 3WD タッグベルトに4月29日後楽園で調整が決まったみたいだけど、お前ら本当に勝てると思ってるのか。うなぎは過去に対戦したり組んだりしたことがあるけど、かぐらみさは初めてだな。私はマイクロブタを飼ってるからイノシシ戦法は通用しない。私たちあやはなタッグはこれまでダブル井上、ルミナス、スパイスアップ、プロミネンス、そして谷桃、ライディー浜根組にも勝利している。名だたる強豪タッグチームには勝利を挙げている。お前たち即席タッグは所詮 1+1=2 でもあやはなは 1+1=200 10倍やぞ10倍 1+1=200 10倍やぞ10倍分かったか。今のままではあやはなからベルトを取ることは不可能だ。諦めろと言いたいところだけど、唯一勝率を上げる方法があるよ。俺は浦木さんもミサちゃんも嫌いじゃない。いや、むしろすごく好きだ。うなぎさんの視座の高い発言やファンを大切にする姿勢はプロレスラーたちの見本になってると思うし、何よりもひつまぶし、あいつらみんないいやつだ。気づいたらこの俺も3万円以上する歌舞伎ものスカジャンをポチってた。神楽美沙選手は一目見た瞬間にビビッときた。きっと前世は夫婦だったに違いない。日本一危険な町西川口で繰り広げられる神楽美沙イベントにもお忍びに参加したり、何を隠そうディアナに初参戦の今回、宇宙で一番ディアナに参戦を熱望してたのはこの俺だと思う。そんな二人に佐藤彩子の勝ち方を授けようと思う。佐藤彩子は見ての通りいくらでも漬物を食べ続ける。漬物に目がないんです。つまり前日から漬物を与え続ければ、試合当日体はめちゃくちゃむくみ、喉はカラカラ、普段のパフォーマンスの10分の1も発揮できないだろう。この漬物ローディングの俺は共犯者になってもいいと思っている。だが条件が一つある。俺と焼肉を食べに行かないか。大森にある五蔵六腑っていう20年以上通ってる美味しい焼肉屋さんがある。大森には伊藤薫さんの心亭もあるが五蔵六腑だ。安心してくれ、気軽に参加してくれ、待ってるぞ。